お腹すいたよ。あ、おかえり小石ちゃん、今おやつ用意するからね、待っててね。え、お兄ちゃん誰？やだな、さとりお姉ちゃんに決まってるじゃないの。僕のこと忘れちゃうなんてひどいじゃないの、小石ちゃん。嘘、だってさとりお姉ちゃんは小石ちゃんって呼ばないもん。それに自分のことを僕って言ったりもしないよ。バレてしまっては仕方がない。え、いや、こっちに来ないで。待て待て、小石ちゃん。バーン、このお兄ちゃん変だよ。ねえ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 、お兄ちゃんと一緒におやつ食べようよ。やだやだ、こっちに来ないで。へへへ、小石ちゃん美味しそう、食べちゃいたいくらい可愛いっていうか、食べてもいいかな、ジュリ。いやー、誰か助けてー。いや、開始早々コラボ相手警察に突き出すとか頭いかれてんですか。何やってんですか。耳見ての通り、てお骨痛いです。ヒヒヒヤしてるんだよ。じゃあ目的を聞かせてもらおうか。ここ今回はゆっくり雪見もきさんとのここコラボレーションです。てを3分間冷やした後にダダダダダン株をプレイして、どちらがうまくできるかたた対決しようという運びになりまして、それで保冷剤の下に手を入れているわけですか。たたたた単に保冷剤の下にてを入れているだけじゃなくて、ここの下にもう1枚ほ保冷剤を置いて、手のひらでつつ掴んでるんだよ。お相手の方も同じように、この通り氷水をつつ作って3分測って、手をヒヒヒヤしてらっしゃるよ。そうですか。やばい、ての感覚がななくなってきた。3分過ぎたみたいですけど、あ、本当に保冷剤もう1個あったんだ。ということで、対決にまいりたいと思います。たた対戦相手、ゆっくり雪見もちさんの入場です。ゆっくり雪見もちです。突然ですが、ヨウムさん、僕と結婚してください。え、あ、ごめんなさい。やーい、振られた。残念ですがね、雪見もちさん、ヨウムくんはサナエさんと結ばれる運命。だー、みたいにこと言うと、その口に合わせますよ、あんた。それでは対決のルールを説明します。まず今回のメイン縛りは、カブラの直前の3分間思いっきり手を冷やすこと。課題曲は先日追加されたばかりのサムライゴーストガールキルキルの裏カブラ。難易度はルナチック。パーティーメンバーはスコア上昇のみ。設定は普段使いのまま、特に縛りを設けない。今後カットの数がより少なかった方が、この対決の勝者となります。まあ、せいぜい頑張ってください、ウクムシ。両者のパーティー編成はこんな感じ。ヒロインの選択からお互いヨウムくん推しなのが一目瞭然ですね。今回ゴーストガールを課題曲に選んだのも、実はお互いヨウムくん推しなのが理由の一つだったりするんですよね。ちなみに、雪見もちさんのもう一人の推しはサトリさんとのこと。ショートペアすごい好きです。だそうです。さて、ここらで雪見もちさんのご紹介をば。雪見もちさんはゆっくり茶番やバカで実況をメインに投稿していらっしゃいます。もちろん段階実況も、この人の作風を一言で言い表すならば、ケイオス、とにかくケイオス、スマホで編集していらっしゃるそうですが、とにかく一本一本の動画が早く降りていい。もっといろんな人に知ってほしい、見てほしい、笑ってほしい。ちなみに私の一押し動画は、段階邪魔するなーと、明日から使えるダジャレ、飲み込んです。それから雪見もちさん、この春受験を終えられたばかりで、見事第一志望合格を勝ち取ったそうです。おめでとうございます。ところで、お二人は今回どういった経緯で知り合ってコラボすることになったんです？あれはそうですね、半年ほど前の暑い日のことでした。小石ちゃんに何か言うことは、僕の妹になってください。違うでしょ、サトリさんを語って怖い思いさせたんだから、ごめんなさいでしょ。ごめんなさい。まるで反省してらっしゃらないようですから、今後小石ちゃんに近づくことを禁じます。反省しますから、どうかこれからも小石ちゃんの近くで応援させてください。この人はこう言ってるけど、どうだい小石ちゃん。エッツ、キッツ、じゃあダンカブで勝負してリックお兄ちゃんに勝ったら許してあげる。そんなことでいいのかい小石ちゃん。ということですが、どうですか、勝負しますか。はい、します。小石ちゃんに許してもらえるなら、僕は何だっていたします。せっかくですから、エリックさん、この勝負でコラボ動画作りません。お、それはグッドアイディア。いや、あいつも大概トロいな。まあ、そんなことがあったとかなかったとかでコラボが決定しました。そんな嘘みたいな話あります。嘘ですけど。バカですか、あんたコラボアイテム賞、失礼な作り話を延々と1分企画してたってことですか。実際には初めて絡んだのは YouTube のコメント欄で、受験を控えてるというので、うちの解説動画を紹介したら、すごく気に入ってくれたんですよ。で、私も雪見もちさんの動画が面白くてファンになっちゃいまして、それからしばらくして、受験終わったらコラボしましょうとお誘いしたんですね。で、無事受験を終えた雪見もちさんから先日こんなラブレターが届きまして、エリックさん、こんな変な僕ですが、付き合ってくださいませんか、ジュリー。はぁ、そんであんたはなんて返事したんです。だが断る。いや、断ったんかい。なんて嘘ですよ。で、まあ、付き合ってくださいってのは捏造なんですけどね。マジで一回死ぬほど怒られろ。いや、カブラをしているうちに手の方に血流が戻ってきましたね。冷やしてる間はどうなることかと思いましたけど、やはり運動するとあたたたたまるものですね。完全じゃないですよ、北斗百裂拳でも放ったんです。さて、譜面の方ですが、曲も終盤でようやく触れますか。やはり例にもめず、通常カブラよりも軟化していると個人的には思いますね。通常カブラでどれだけ苦しめられたかわからない。縦連がほとんど出てこない。まあ、その分緑の奥の配置がいやらしくなってる気もしますけどね、さっきのところみたいに。そして、通常カブラとの大きな違いはこの後です。最後までのオフたっぷり、決して油断をしてはいけません。さて、曲は終わりましたね。果たしてコンボカットが少なかったのはどちらなのか、結果が楽しみですね。さらに精進あるのみ。コンボカットの回数は、雪見もちさん13回、エリック10回、勝者はエリックですね。おめでとうございます。いや、もう少し喜んでくれてもよくないよ、ウムくん。ということで、今回はコラボしていただきありがとうございました。雪見もちさん、雪見もちさん視点の動画は概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからご覧ください。うちにはないカオスな編集で人笑いさせてくれますよ、きっと。さて、オチが思いつきませんね。ヨウムくんなんかやる。いや、無茶ぶりはごめん、こう無理たい。あ、じゃあせっかくですから、雪見もちさんにお得意のダジャレを披露していただきましょうか。ほんとこのバカが終始すみません。お、いいんですか。では遠慮なく。バッタがトイレで踏ん張った。いや、またこの機会を。